ビィンタートゥールはスイスチューリッヒ州にある基礎自治体であるチューリッヒの北東に位置する。その人口は10万人以上と見積もられており、スイスで6番目に大きな都市である。地域の方言や町の住民はしばしばウィンティと省略する。境外はサービス業とハイテク産業の中心であるが、多くの住民はわずか列車で18分の近隣のチューリッヒを利用している。町は ドイツやイタリアから直通列車で結ばれ、中立空港へのアクセスも便利であり、地域交通の拠点でもある。約600点の世界的な名画を所蔵する、オスカー・ラインハルトコレクションの美術館をはじめ、ビンター・トゥール美術館、写真美術館、自然科学博物館、テクノラマなど、質の高いミュージアムが集まっていることでも有名である。ローマ時代、街は、 ビトゥード・ユラムとして知られていた。キーブルクの伯爵が1175年に町を設立した。町は広範囲にわたる都県を有する直居を得ていた。1264年ハプスブルク家によって町は引き継がれ、1467年に同家によってチューリッヒに売却された。1916年にビィンタートゥール美術館が開かれた。町は スイスの鉄道産業と工業の拠点の一つであった。今日、鉄道産業と他の重工業は概ね、姿を消した。最も重要な企業は、スルザーブラザーズであった。繊維産業はこれより早く衰退していた。リーター社もこの町を起源としている。スイス最大の銀行で、世界的な大銀行の一つ、UBS の前身である、ユニオンバンクオブスイィランドは、 この町で設立された。またかつてのスイス最大の保険会社、ビンタートゥール保険の拠点であった。2006年まで同保険は、スイス最大で、欧州では、トップ10に入っていたが、2007年1月に、フランスのアクサ生命保険とビンタートゥールスイス生命保険が、アクサの持ち株会社となることで、経営統合した。ありがとうございます。